歩きスマホをしている人を見て危ないなと思いながらも、行政側がそういうところに対して声を上げない、これはちょっとやっぱりおかしいんじゃないか、使う時には立ち止まっていただければと思います。やはり脳を使いますから、目を使いますから、やはりそこに集中することになります。それによってこのもしかしたらご自身自身が相手に傷つけるというより、ご自身自身がつまずいたりとかですね、ちょっとした段差を分からなくて、転んでしまうとか、ちょっとしたことで怪我をする場合もあるかもしれません。それで歩いててスマホを見たからって危険かなっていうと、まあ、自分に危険もあるよ、多分車道に出ちゃったりとかあるかもしれないけど、自転車が急に来たりとかの自分に対する危険もあるけど、人に歩きながらスマホをやって人に対して自分が危険を与えるってことはないかなと思うんです。